でかっ、あれでかっ、いったんじゃないこれ。待って待って、やばい。やりました。なんとかね、やっと釣れた。サイズがこれ58センチ、こんな感じ。めっちゃいい場所釣れました。はい、今日ねめちゃくちゃ暑い。炎天下なんですが36度でね、まあね、シェード狙いでちょっと今ねオーバーハングとしてを狙ってると、こんないい場所釣れました。やっぱね、ルアーはこのラインスラックの背びれ。はい。めちゃくちゃ良くないですか、これ。まあね、65アップ狙いですけど、このサイズね、58センチ釣れたら上出来かなと思います。ありがとうございます。やりました。ハング、いやまあシェードか狙ってるとロングピーで、これ見てください。太いでしょこれ。琵琶湖クオリティ55センチです。こんな感じでめちゃいいのが最終日出てくれました。めっちゃ嬉しい。しかも、ね、コンディションもめっちゃいいですね。ちょっとねさすがにちょっと今回は取れないかと思ったけど、ちょっと運よく取れたんで嬉しかったです。やりました。ありがとうございます。よいしょ。出た。おっしゃ。わからんかった今。でかい。やりました。琵琶湖51センチ。こんな感じで。めちゃめちゃクオリティのいいバスが釣れました。太鼓もね、良くて、こんな感じ。やりました。ちょっとね、無音すぎてちょっと出たのがわからなかったんですけど、こんないいバスが釣れました。やりました。でね、新しい、E ナンバーのグリップでもこんな感じで釣れたんで、最高ですね。ありがとうございます。やりました。やばい、これやばいの。ちょっと待って待って、何センチ？やりました。これすごいっすよ。めちゃくちゃコンディションのいい。これ55、こんな感じ。やばいのが釣れた。口もこんなごつくて肉厚で、いやー、これは嬉しい。めちゃくちゃいいのが釣れました。もうちょっとね、あまりにも太かったんで60近くいったんかなと思ったんですけど、まあやっぱ長さが足りてなかった。でもウェイトは相当ある。これやりました。釣れたルアーは、グランパの、ワンショットクローラー。はい、これですね。はい、やりました。ありがとうございます。いい釣りできました。バレんな、絶対バレんな。おっしゃ、60いった。やっと60いった。これ60やばい、絶対。これ見て、やばい。やりました。ついに今年初の60。ちょっと見てください、これくそでかい。これ見てください、これロング P でこんなバス初めて釣った。これやばくないっすか？超でかい。このねロング P のワカサギカラー、これでね、まあジャスト60だったんですけど、65はないけど、こんなの釣りで最高。プリンプリンのやばいっすよね。超太い。こんな感じ。ちょっとねウェイトは後で測ろうと思います。はい、最高だな。北湖のね怪物、北の怪物ですかね、ついに釣れました。ありがとうございます。やりました。